つも言ってますけど、スライドカットってこう切るんで、基本的に体の方向からこっち側からしか入れれないんですよ。ということは、こっちすごい跳ねちゃうんですよね。っていうような感じですね。はい、こんにちは。札幌占い美容師さん、山梨の後藤です。あとカットが、今ちょっと毛先が揃ってなくて、枝毛がちょっと多いんで、結構この辺も枝毛がちょっとありますね。ちょっと顔前の方とかのラインが、下もちょっと今揃ってないので、もうちょっとなんかこの辺、ちょっとすみませんね。この辺もちょっとこう、切ってあげた方が似合うのかなって、ちょっとこう動きが出ていいのかなって気がするので、顔前の方をちょっと少し、あんまり長さ変えないようにしてやりたいと思います。今日は1時間ですね。その代わり1時間でやるんで、アフターカット。最初に切っちゃうとちょっと時間難しくなるんで、カラーをさせていただいた後にそのままの流れで最後カラーカットします。で、合計タイム1時間って感じで今日はやっていきたいと思います。結構毛先がそぎかなんかで引っかかっちゃってる状態でちょっと気になるので、ちょっと切りたいと思います。はい、つむじから延長線上に引っ張ってショーバルダンでカットしていきます。トントンってやると髪の毛が、少し正しい位置に動いてくれますので、はい、要はテンション抜いてるっていうことですね。ここでテンション抜いて、切ることによってくせ毛がちょっとくせ毛というかの髪の毛が収まりやすくなるので、はい、トントントンって切る、トントントンってやって切ることによってテンションが逃げます。テンションかけてると結構、引っ張るとゴムみたいにそれに逆らおうとして跳ねちゃったりとか、カットライン自体そこが穴開いてしまうと丸さが出なかったりするので、今回この図上の、この辺ちょっと軽い方がでいいかなと思うんで、この辺に軽さを出したいと思います。ここでまあニュアンスですね、どういう風にしていくかっていうのをまずなんとなくイメージで切って、ここら辺がなくていいのかなっていう感じなので、ここはちょっと外羽にこう動く感じにしたいなと思います。こういう感じにその方が似合いそうなので、ちょっとニュアンスで切って、顔周りは長い方が似合いそうなんで、切り方って特にこの展開図っていうか、この髪型はこう切るっていうのがまあなくて、こうしたいっていう感じで切っててるので、バリエーションが効かなくなっちゃうので、そんな感じでここはこうしてる方が可愛いなっていう感じで今探ってる感じですね。なんでこっちはちょっとまとまりが悪い感じなんで、このぐらいにやった方がなんとなく似合うのかなって思います。こんな感じですね。でもこのラインぐらいで外跳ねでもいいのかなって感じがしてますけど、大丈夫ですか？はい、はい、こっちも同様にここら辺が外跳ねで、まあ、ニュアンスでこの辺かなっていう場所をまず探しますね。はい、じゃあこれを、まあ、ちょっと皆さんにレクチャーして1時間で切って切らないようなんで、1時間でカットカラーなんでちょっと時間があんまないんですけど、まあ、今分かんないと思うんで説明しますと、こう切ったら分かりやすいです。反対側に立って、じゃあイヤーとイヤーから前だけいいですか。イヤーとイヤーから前だけを切ります。すごい分かりやすいやり方です。はい、そしてどうするかというと、反対側に立って前に持っていきます。反対側に立ってますね、僕は。それをちょっと外跳ねに R にしながら外跳ねで、あんまり顔前これ入れちゃうとすごいシャギーになっちゃうんで、顔前がこうウェイト上がっちゃうんですよ。なんでちょっと下げ気味の外跳ねで、こ
ここで切る。この時もノーテンションの方がいいですね。で、反対側に今度いきます。ちょっとこの前髪のね、この辺があるのはちょっと難しいんですけど、皆さん分かりますでしょうかね。もし心配ならセンター止めといた方がいいです。切りすぎちゃうんで。そしたらここを同様に今切ったようなガイドラインに合わせて反対側にパーッと立って、これサイドチェンジって僕呼んでるんですけど、ここを縦に切りすぎちゃうとここを段入れすぎちゃうので、普通に外羽にイメージとしては縦ってよりもちょっと外羽にねじるぐらいで、そこをコンベックスで切る感じですね。いいですか。ちょっとコンベックスで切ってます。若干その方が、まあ、僕はコンベックスの方が好きなので、コンケーブってあんまり好きじゃないですよね。でここと最後この前髪のところをつなげた方がより安全、その方が切りすぎないですよ。この方がいいですかね。分かりましたでしょうか。はい、これが切り方、前髪のこれで切りにつながりますっていう感じで、切ってください。あとまだ10分があるので、ここから、じゃあどうするのかっていう部分を、でこれで顔前のところは綺麗につながったと思うんであとは、どういうラインが似合うのかなっていう感じなんですけど、でもなんかここが極端に長いから2ブロックラインのところを取って、ちょっとですね、真横つむじからまっすぐ、はい、つむじから放射線状にこう立った状態、すごい聞こえますよね。すごい。でもだいぶ変わると思いますよ。この2ブロックラインより、上のところを横面でつなげていきます。まずね、おへその位置につむじとおへそをつながったような感じ。結構なこれ。どうしたんだ？結構聞こえますね。多分ね、これ削ぎだと思うんですね。毛先をあまりセニングで削ぎすぎるとこういう風な感じになったりもする。はい、で細い髪なので結構なりやすいってなりやすいですね。で、こんな感じ、はい、で、今切ったところ、これ確認するのに縦面見るといいんですけど、まあ、今これ繋がってるの分かりますでしょうかね。これなんで繋がってると思いますかね、みんな。今、部分的にしか切ってないのに、これを作るのに皆さん結構大変な努力してると思うんですけど、そう、超簡単に切れる方法があるんですよね。前髪この方がなんか良くないですか。なんかちょっとここがキュッてなっていいですよね。そして、今度はね、このバッグをつなげていくんですけども、タックはここちょっとバイアスで取って、はい、このような感じ、ちょっと分かりやすいようにこっち向けますね。縦で取って、これベースをつなげていくんですけど、はい、斜めに取ったら、さっき切ったやつつなげていく感じですね。で、ベース少し、ベースってこの襟足の一番最後のエンドラインのところは触らないでください。そこ切ると穴開いちゃうので、はい、だんだん横面に持っていきます。わかりますか。縦から横面に持っていく感じですね。皆さん分かりますでしょうか。縦から横面に持ってってつなげる、まあ、エレベーションですね、最終的には。で、ここでつなげていく感じです。まあ、普段こう内巻きに切ってますけど、今日は外羽に切ってます。外羽の動く感じにしたいので、こっちがね、ちょっとやりづらいんで、こう胸ちょっと今分かりやすいように止めます。はい、こっち側ね、体の向きちょっと気にしないと、こっちが長くなりやすいんで、ちゃんとこの引き出す角度とかをちゃんとやっていかないと、こっち側が失敗しやすいです。ちゃんと引き出せてるのかとか、そこを気にした方がいいですね。角度がちゃんとしてるのかとか、はい、このパネルに対してこの引き出す角度、ステムは大丈夫なのかっていうのをしっかり確認していかないと、左右のバランスが崩れると時間ロスになっちゃうので、もう一回切り直さないようになっちゃいますから、はい、で、1箇所に同じポイントに集めて横面で切っていく感じです。はい、ベースカットはもうこんなんで綺麗に切れてるんですね。本当に綺麗に切れてるのかっていうのを維持しますと、
はい、このように綺麗にカットができてます。皆さん見えますでしょうかね。はい、こんな感じです。なのであとはそげはそんなにいらないと思うけども、なんかすごい毛先がつくつくしてる。ペンシルシザーで、ちょっとだけ動きを作っていきます。どこから曲げたいかっていう部分なんですけど、この辺にちょっと浮遊感を入れたいんで、ここら辺はあまりいじりたくないなっていう感じがあります。でここら辺の浮遊感をちょっと作りたいので、本当に毛先のところを、ちょっと取るぐらいですね。はい、スクラッチで取っていきます。まあ、ちょっと重心低めにした方が、でなぜこっち取ってるかっていうと、こうやって跳ねやすいので、こっち側から取ることによってちょっと跳ねを押さえながら、スクラッチで、動きを止めてる感じですね。そうしないとここ肩に当たってグリッて曲がっちゃうので、肩に当たったやつを、収まるように、収まる方向を削ぐっていう感じですかね。だから本当毛先だけ動く浮遊感を出すためにやるっていう感じです。はい、で毛先の動きを確認して、このぐらいでいいのかっていうのを確認していきます。でこの時はペンシルシザー結構使えるんで、こんな感じにして、あとこっちが重いですね。こっちも結構こう跳ねてるんで、じゃあどうするのかっていうのはこっち側から入れていきます。でこれスライドカットだといつも言ってますけど、スライドカットってこう切るんで、基本的に体の方向からこっち側からしか入れないんですよ。ということはこっちすごい跳ねちゃうんですよ。なんで僕はそうしたくないので、こっち側から入れます。そうすることによって、この肩にこっちが特に跳ねやすいんで、その跳ねやすい毛先をバックの方に少し矯正してあげるって感じですね。削ぎながら、そうすると毛先の動きも出つつ髪の毛の矯正もしてるっていう感じです。そうするとよりやりやすいっていうような感じですね。見ながらちょっと取っていって、ちょっと重いところを拾って、こんな感じでまあいいかなと思います。あとはまあダイバルで、まあ、いつも通りダイバルさんでこの辺のつながりをきれいにしていくと、もっとよりここの前髪のところがきれいにつながっていくんで、ダイバルさんでなじましていきます。まあ、時間ない時はもう逆で入れてきますね。あの根元に向かって結構歯を強めに入れていく感じですかね。あとこっちにこれねじってるんですけど、なんて説明しようか。ちょっとこれは皆さん考えてください。でダイバルが今すぐ欠品しちゃったので、またちょっと発注したいと思うので、ダイバルタン欲しい方は早めに言ってください。で、あのヘナジルヘナウォーターつけた後コテ巻いたりとか熱処理してあげるとまた結構良くて、より効果が増してくれますんで、ぜひ皆さんやってみてください。ほんといいんで、改良を重ねること、かなり何回も改良を重ねて今回自信作ができました。でこんな感じで、このつながりを作って、とてもかっこよくて、ここの前髪のつながりがきれいになって、ここがちょっとこう跳ねてくれる感じになってると思いますね。でこんな感じですね。はい、これでちょうど1時間です。ここでぴったりですね。
嘘じゃないですよね、はい、本当ですよね。本当です。リアルですよね。リアルです。で、こんな感じで結構いいかなと、まあ、量はこのぐらいでいいかなと思うので、これで仕上げをしていきたいと思います。で、あの毛先今かなり色を吸ってる状態なんですけど、このカラー色吸ったところを、ちょっと間引いてアイロンで少しなぞっていくと、少し明るさがグラデーションがつくので、まあ、僕は220度でやっちゃいますけど、220度でやると結構そこだけ明るくなってくれます。まあ、カラーの色味にもよるんですけど、ちょっとずつやるとそこだけグラで明るくなって、ちょっとまた毛先のニュアンスが、ちょっと時間をこうちょっと置いてみたりとか、ちょっとこのアイロンがワイドすぎるんでちょっとねあれですけど、